先週から大府市内の物流センターで働き始めたウクライナ避難民。そのうちの一人、ウクライナ人の母と日本人の父を持つ山田ミオナさん。2歳からウクライナに住んでいたため、日本語は話せませんでしたが。仕事は簡単と面白い。日本語、日本人は優しいです。日本での生活に少しでも早くなれようと、2ヶ月以上日本語教室に通い、徐々に話せる言葉も増えてきました。私は覚える日本語、もっと早く勉強、早い勉強。ありがとうございます。ミオナさんは、助けてくれた日本人に少しでも恩返ししたいと話します。私はガリナです。一方、大府市に住む娘を頼り避難してきたハリーナさん。今もウクライナの年金を受け取れてはいるものの、日本円で毎月5000円ほど。生活費のほとんどは日本に暮らして20年になる娘に頼っているのが現状です。少しでも生活の足しになればと、週3日ここで働くことを決めました。ウクライナに戻るめどは立たないままですが、避難した人々は少しずつ前に進もうとしています。